はい、皆さんこんにちは、サンゼです。今回も短めの Tips を紹介したいと思います。今回は After Effects じゃなくて Adobe のメディアエンコーダーという変換ソフトですね。映像の変換ソフトについて改めて勉強していきたいと思います。で、これの使い方、使ってる方も多いとは思うんですけど、改めてその使ったことない方もいると思うのでご説明したいんですが、これ変換、いろんな形式に動画を変換することができるんですね。で、やり方すごい簡単で、例えば今これこの間の僕が作ったチュートリアルのこう出来上がった映像なんですけど、こういう映像を作りました。で、今これモブっていうファイル形式で、多分プロレズの HQ っていう結構重たいというか綺麗で重たい映像になってるんですけど、いざこうアップロード、 YouTube にアップロードとかする際って変換すると思うんですね。で、そういう際に多分皆さんこうH264 とかにすると思うんですけど、まずやり方がこんな感じで、ここにドラッグしてください。ドラッグするとこんな感じで変換の準備ができます。で、ここ、今勝手に H264 って出ちゃってるんですけど、これは前回自分が作業した、なんて言うんでしょうね、履歴が残ってこの状態になっている状態なので、ここのタブですね、タブの部分をこうピッと開いてあげて、自分が変換したい形式に変換してあげるといいと思います。基本的には皆さん多分 H264 とかその YouTube とかにアップする場合はそういうのが多いとは思うんですが、他にはあとはクイックタイムとか、あとはWindows メディアですねが多いかなというふうに思います。普通YouTube ってアップロードするたんびにもう YouTube 上でこう変換してくれるんですけど、いろいろステップアップされていく方っていると思うんですけど、そういう時ってこうサイネージとかこういろんな箇所でこうなんて言うんでしょうね、モニターで流れたりとかすると思うんですけど、そういう映像って要は入稿先の指定が細かくあったりするんですね。で、そういった時にその指定あったものに対してこっち側できっちり合わせて変換して渡してあげないといけない。今までは YouTube にアップすると勝手に YouTube 側が変換してたくれたことをこっちでやらなきゃいけないってことがあるので、今回それを勉強してもらえればなというふうに思います。で、勉強って言ってもそこまで難しくなくて、今ちょっと開いちゃったんですけど、ここでまず大まかな何の方向で変換しますかとかっていうのが出るんですね。で、あとは自分でこうプリセットとかも残せるんですけど、基本的にここで大まかな方向、H264 にしたいよとか、クイックタイムにしたいですとか、Windows にしたいです、メディアにしたいですみたいなのを選んで、ここの青くなってる文字の部分ですね、をピッて押してあげると、こう細かな設定ができますと。で、結構ここの設定ってもう上げ出したらキリがないんですが、大まかな大きくよく指定されるところを改めて紹介したいと思います。まずですね、ここですね、ここの画角、絵の画角ですね、だいたい HD サイズで作ってることが多いとは思うんですけど、こうサイネージとかによってはこう縦長の映像であったりとかもすると思うので、その時の画角を注意してくださいっていう部分と、あとフレームレートですね。フレームレートっていうのはコマ数のことなんですけども、映画っぽい映像を作りたいときはこうね、24コマ、23.976 コマで作るっていうことを前伝えたと思うんですけど、それも例えばサイネージとか入稿先によって指定必ずあると思うんですね。こう24コマだと機械が読み込まないんですって場合もあったりするので、必ずそういった際はその入稿規定をチェックしてください。コマ数は必ず指定があると思います。この辺は必ずチェックしてくださいっていうところと、フィールドオーダーとかはね、多分ほぼ言われることないと思うんですけど、あとはもう必ず言われるのはこのビットレートですね。ビットレートっていうのはこの絵の、なんて言うんでしょうね、圧縮量みたいなことですね。どれだけこう小さくファイルを小さくしていくかっていう意味なんですけど、それもいろいろ種類があるので、今回はあんま詳しくは説明しないんですが、その変換の方法、固定ビットレートとこう可変ビットレートみたいな意味なんですけど、 CBR は固定で、こう VBR は可変、バリアブルビットレートみたいなことなんですけど、そうするとこう、なんて言うんでしょうね、ファイルの中央値と上限の値を決めてくれるみたいな。でもこれも基本的に指定があるはずです。入稿するその例えばマシンというか、その再生マシン、プレイヤーとかによってこう読める読めないってもう明確に決まっているので、必ず入稿先に確認すればわかると思います。で、むしろ指定がなければ、CBR で大丈夫ですかとか VBR で大丈夫ですかっていうのを自身でご自身で聞くともう問題ないかなというふうに思います。基本的に大きくはこれぐらいですね。他にもオーディオの設定とか、細かいものが指定されている場合もあるので、オーディオの設定はこのオーディオのタブで選ぶことができます。でもこれも基本的にはもう指定があるはずなので、その指定を必ず確認してくださいっていう感じですね、基本的には。で、あともう一個覚えてほしいなと思ってたことが、このプリセットってところがあるんですよ。で、これからこういろんなところにこう YouTube 以外で入稿したりとか、そういうお仕事をどんどん発展させていく方もいると思うんですけど、その、なんていうんですかね、今の細かい指定を
例えばメモで取っておいてもいいとは思うんですけど、こう面倒いじゃないですか。でそういう時にここでちゃんとこうプリセット保存できるんですね。でそうしとくと次回楽じゃないですか。例えばまあ仮ですけど、じゃあサンゼ鉄道に入構するから、まああのトレイン、いわゆるトレインチャンネルとかって言ったりするんですけど、あの電車の中で流れてますよね。あの東京とか山手線とかで流れてると思うんですけど、じゃあ例えばサンゼ鉄道にサンゼ鉄道でこれ燃えてる動画やるのもどうかと思うんですけど、サンゼ鉄道にあの入構するんでっていうので、あじゃあこれ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 指定でが来て、あなるほどなるほどって全部じゃあこれ設定して、あじゃあ 29.97 じゃないと読まないですねサンゼ鉄道はとかってこうやって設定して、あじゃあ CBR も20にしてくれっていう指定だから、じゃあ20にしときますってやった時に、これを全部覚えておくと大変じゃないですか。でやっぱここを保存してあげると便利なんですね。ですごい簡単で、もう普通にここにプリセット保存ってあります。でここの保存で名前をつけてあげましょう。でそういう時にまあおすすめなのは、まあ日付で管理してあげることですね。今2020年の6月27日なので、例えばここでサンゼ鉄道入港用とかにしとくと。でまあ分かりやすいように、あの画角とかコマ数とかもここで残しといてあげると、パパッとこう変換しやすかったりもするんで、例えば HD29.97fps とかってこういう感じで OK ってしてあげると、ここにもうプリセットの名前が残るんですね。なんでまあこういう感じでこう変換してあげれば、で基本的にこれでもうで書き出し先を指定してあげて、デスクトップでいいですってやってあげて、ここにボンとやればデスクトップ上に今 MP4 で書き出しがされましたと。で例えば、あちょっとサンゼ君これちょっと修正発生しちゃったから直してほしいんだけどみたいな、あわかりましたっつって、じゃあ例えばこれがコピーしますけど、修正バージョンがありますと、 V2 とかにしますか。 V2 修正版ができました。でその時もで例えば変換した時にこれをピッとやってあげて、でここからこうプリセットがここに残るんですね。残るんでここでサンゼ鉄道入港用、あこれこれってこれで変換してあげて、こう書き出しボンってやるだけでもう OK ってことができますっていうので、まあ、このプリセットを活用するっていうのがとても重要なのでやってくださいっていうのと、もう一個、覚えていただきたいのが、このプリセットって、このユーザープリセットグループっていう、この左手のこのプリセットブラウザー、ちょっとね、人によってこのレイアウト違うかもしれないんですけど、ここにまず格納されてると。例えば、その人にデータ渡したい時とか、あと自分でこうデータ保管しときたい時ってあると思うんですよ。で、その時に、このね、プリセットを書き出しって右クリックでできて、あのね、.epr っていう多分このメディアエンコーダーのこの設定ファイルが保存できるんですよね、別で。なので例えばこうポッて書き出してあげると、こうデスクトップにこのなんか .epr っていう今のこの書き出し設定を記載したデータをデスクトップに書き出しできると。で例えばそのチームの人に、あこの設定で書き出してくださいってメールで添付して送ってもいいと思いますし、自分がこの他のマシンとか別マシン 2,3 台 PC 使ってる場合とかだったら、この設定をここにポッて読み込んであげるだけで、この新しい設定、さっき自分が作った設定を別のマシンに読み込むこともできるので、まあ、こんな感じでプリセットをちゃんとこう保存したり共有したりするっていうのも大切かなというふうに思います。はい、ということで今回は、メディアエンコーダーの使い方ざっくりとですがご説明させていただきました。はい、この動画が役に立ったという方はグッドボタン、コメントいただけますと嬉しいです。またチャンネル登録やシェアなどいただけるととても今後の活動の励みになりますので、何卒応援のほどよろしくお願いいたします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。サンゼでした。ではまた。